一号艇久田敏之選手です輸出おめでとうございますはいありがとうございます予選オール三連帯でトップ通過となりました船橋の特徴としてはいかがですかそうですね伸びがいいですねあと、えー、コメント拝見してますとどっちかというとまあ伸びよりですかそうですねはいターン回りについてはちょっと乗りづらいです、うん、で、昨日の後半レース陰線で一着という形になりましたあのレース振り返っていただいてご本人どうでした いや、もうまくられたと思ったんですけど、うまく残りましたね。あの壁がない状況で振り切るインニィケとなっていまして。で、昨日を踏まえて、今日なんですけど、さほど変えなくてもオッケーなのか、あるいは修正が必要なのか、どうお感じですか。は乗ってからになります。はい。今シ今シリーズスタートの見え方は。はいつもの戸田で早いですね。はい。では、当時初ぶりに向けての意気込みをお願いします。はい、あの入れしたい,いと思います。 二号艇中田竜太選手です。輸出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> えー、地元戦の今節、ここまでシリーズ四勝で、三連勝をしながら、今日を迎えましたが、船橋の特徴はどうですか。はい、あったら中堅上位ぐらいの足にはなるかなと思います。はいえー、今シリーズ手にされたのが、五十号機、全県からここまで比較して、上積みとしてはどうですか。上積みあったりなかったりなんですけど。はい、すごい乗りづらかったのが、だんだん解消はしてきてるんで。 はい、いまあ、いい方向に行ってるとは思います。で、2日目の後半が2コースから差しての勝利となっていましたけど、そのレース踏まえて、今日の優勝戦、何かいいイメージつながりそうですか？まあ、特にそのレースと今日は関係ないと思いますけど、はい、まあしっかりレースできるように調整していきたいと思います。あと、連日まあ、日替わりコンディションにはなっていますけど、そのあたりはどう感じですか？はいまあ、難しいなりにはい、大きく外してることはないと思うんで。ではい。いいところを目指して頑張ります。 では大事な一戦の優勝戦意気込みをお願いしますはい優勝できるように頑張りますので応援お願いします3号艇島田健斗選手です優質おめでとうございます、はい、ありがとうございます、えー、前節の浜中が節感4勝で今シリーズの地元戦ここまで3勝最近の成績のリズムとしてはどうお感じですか調子いいなと思ってます今シリーズ整備の方向性としてはいかがですかあ、もうプロペラ1本でやってましたはい なんか相当みっちりペラ調整されている感じですかそうですね細かくやってます、はい、あと本番に向けてこう求めたいところありますかもう伸び一本ですあと改めてこう船足のまあ特徴としては特徴つけ,るつけていきますはい乗り心地は捨てますあとまああの3号艇でどう攻めたいですかまくります、はい、スタートの見え方はどうでしょううんとまあある程度はいきます では優勝戦の意気込みお願いしますえー、自分が展開作ります6から向かってください4号艇加藤隆選手です輸出おめでとうございますありがとうございます、えー、予選の5走がオール2着これはいい手応え感じられている状況ですかそうですはいで前節も輸出していた21号機めぐっていきましたがどのあたりが良さげですかそうです。レース足がいいと思います あと、昨日の後半レースに関してスタートレス勢も盛り返しての2着でしたけどあのレースはご本人どんなところが良かったですかそうですね、もう1マークで、ね、あの終わったと思ってたんですけど、はい、道中、まあ、頑張りましたやっぱり諦めないでチャンスが来るのがこの戸田でしょうね。そうですね、はい、であとまあ4号艇、もし角一だったらどうでしょう、加藤選手、チャンス確率高まりそうですか別に伸びとかすごくないんで。はい、今節のスタート感としては そうですね行けたり行けたなかったり <laughs> はいしてますでは優勝戦への意気込みをお願いしますはい頑張ります五号艇船岡陽一郎選手です輸出おめでとうございます、はい、ありがとうございます <laughs> 昨日のレース勝負がけは二連勝となりましたこれは展開神当ての形だったでしょうかそうですね、はい、あと特に昨日の後半というのはですね 深めの因線で輸出に向けてミス許されない状況だったんですけど意識されていたことどんな感じでしたかスタート遅れないように頑張っていきました船岡選手が手にされています今節はモーター一号機ですけどこのポテンシャルとしてはどのように感じますかあ、まずまずの足にはなっていると思いますあと船足の特徴としては全体的にバランス取れて中堅上位はあると思います優勝戦本番に向けて整備の方向性は まだプロペラ合わせれる余地あると思うので新運転していきたいと思います今節スタートの見え方としては難しいですけどいけていると思います全場所の地元戦から巻き返し狙う優勝戦ということになります意気込みをお願いしますはい、優勝できるように頑張ります六号艇石塚久也選手です輸出おめでとうございますはい、ありがとうございますはい、はいどうも 前節に沈没があったと聞いています25号機ですけど石塚選手が今節全権最初に手にした時はどんな状況でしたかちょっと乗りづらかったのでちょっとプロペラ叩きましたどんな感じの整備を施して上向いいた感じですかいやよくわかんないですけどよく優勝乗れたんでいいと思いますけどね。はい あと、まあ、もう一点、その昨日、まあピストンリングを変えての一戦だったと思うんですけど、そのあたり、なんか効果、大きい方に出ましたかね？あの整備士さんが変えたほうがいいんじゃないって言ったんですけど、僕にはよく分からなかったです。はい、ちなみに今の時点の船橋の特徴としては、まあ。試運転は伸びはいいと思いますけど、本番行ったらそうでもないんかなと思いますけど、はい、朝練習に関してはね、あの2号艇、4号艇、6号艇で三者走ってましたけど、ご本人としては手応え、どうでした、はい、寂しかったですはい <laughs> あと優勝戦で本番で、ね、声援もらえれば大きいですよね。はい、優勝戦で大きな声援もらえれば大きいですよね。そうですねあとスタートの見え方としてはあ。まあまあ届かないんで結構踏み込んでいってるんですけどみんな前いるんでびっくりしてます、はい、では最後に優勝戦への意気込みお願いします。はい物好きな人は買ってください <laughs>